この方位すごくいいです。個人的にもう星5マックスです。こちらマックスなんで、まあ、気軽にこう公開マッチでね遊ぶと思うんですけど、皆さんこういうバーベキュー&チリだったり憎悪だったり、まあ、変速機だったり、まあ、そこに一つだけもうこのパークつけておけばすごく楽しめるんじゃないかなと思います。ということでやっていきたいと思います。レッカーズヤードよろしくお願いします。ということで、アップデートが来ましたね。視野角が変わったということでやっていきたいと思います。個人的にはこの観客くらいの視野角97がおすすめです。パーク構成は追跡者方位バベチリ像です。なるべく一発目これ斧でやりたいね。うまい。おお。この子めちゃくちゃうまいな。終わらない方がいいかも。さあクロちゃん、クロちゃんが小屋にいるな。さあこれ一発与えられたんで釣るか。ヒール早っ。うまっ。さあこれちゃんと詰めて最後まで見ます。でね、方位これ新しくなったんで、もう離れるだけでこんな感じ。やばくないこれ、めっちゃ強いよね。大丈夫、こんなに強くしちゃって。うまい。さあこれ絶対こっちから救助来てるな。え、来てない。逃げ。ここ、いやマジか。もう一発殴って斧回収しよう。お上手。いけ。うまい。でこれあえてここにいます。オーマイグッネス。ピュープ。オーケー。
さらにこちらにもいますね。さあこちらからも出てくるな。これ技与えて、さあで左に足跡あるんで、もうあとこれ救助いってますね。おげ、今みたいにね、あえてあの方位発動させないようにまずメテ打って離れなければ方位発動しないので、まあ、わざと当たるまではフックから離れず。個人的に、この数試合やった感じ、視野角は、ハントレスおすすめ視野角はこの97ですね。103はシャドボーなんですけど、まあ、僕的に97のこの間逆くらいの視野角が一番ちょうどいいという結果になりました。まあ参考になればいいなと思います。